べっちょ。ご主人様、ご主人様のご友人、ごめんなさい。したことないです。
難しいです。数得意。数できないです。数頭痛い痛い頭痛い御主人様、悪くないです。すぐ古いからきっと思い出せない。すぐ役立たず。山。にゃあ。にゃあ、先輩、お久しぶり。そうなのよ、仕事で死んでたのよ、もう忙しくて。ワニに指噛まれそうになった。うそ。でもタランチュラに噛まれたんだよ。機嫌悪かったみたい。でも噛まれてもミキちゃん可愛いんだよ。タランチュラ1号
平野先輩、名は体を表すって知ってる。男は一度下した決断を変えてはいけないのよ。いい子に作ろう鎌倉幕府って言うでしょ。星になったサソリの気持ちがわかる。ちぎれたスパゲティと伸びまくったラーメン、今夜の料理はどっち。お友達ですか。写真の方ですか。ごめんなさい、すう覚えてないです。すう本当にわからないです。思い出そうとしてみるけど何も見つからないです。すうがきっと古いから、はい、ご主人様。はい、ご主人様。はい。隣のお部屋で控えています。でも、はい、ご主人様。ご主人様。ん？お留守番？
ことないです。つう、お仕事です。はい、いってらっしゃいませ。ご主人様が言ってしまうと、私は一人きりになった。知らないお家、知らないお部屋、知らないもの、知らないもの、知らないもの。でも私は寂しくない。私はスー、アンドロイド。ご主人様のために何かをするのが仕事。ただそれだけの機会。お仕えする方がいれば寂しくはない。私はご主人様のお部屋に入った。ご主人様は大学の博士課程に在籍していらっしゃるらしい。机の上にはお若い頃の写真が飾ってあった。着ているのは皆学生服。ご主人様は三人の女性の方の真ん中で微笑んでいる。知らない景色、知らない人々。